笹風のぬか漬け。これは身の方です。フグの子供のぬか漬け、フグの卵ですね。解毒発酵で毒はなくなってます。ちゃんと検査済みで安全確認済みです。フグの卵、フグの卵、表面のぬかを削ぎ落としてスライスするだけです。ぎっちり締まって、ちょっとつまみ食い。うん、いや、ま、塩加減がほどいい。いや、これ、あったかいご飯です。ぬか漬けのフグをいただきます。笹フグの身しっかり使ってます。猛毒のフグの子供、卵ですね。解毒発酵という過程で食べられるようになります。安全確認もできてるので、これからいただきます。熱々のご飯にフグの卵を乗っけます。ほぐします。ぬか漬けの香りが上がってきた。ふぐ茶漬けでいただきます。塩味と豚の香り、フグの味、いやうまいね。これ金沢まで行って買ってきた甲斐があった。うまい。フグの笹フグの身もいただきます。よく締まってる。やめられませんね。